はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで、春って言いつつすごい寒い日が続くんですけど、新山市長さん、春の新作のお菓子動画なのかな、春の新作お菓子動画お願いしますというコメントをいただきましたので、まあこのね、自称ハンバーガー系 YouTuber なかっちゃんですけれど、自称ハンバーガー系 YouTuber です。今日はマクドナルドさんで春の新作が出てたので買ってきました。マクドナルドカマンベールてりたま、シャカシャカポテト梅、マックフィズ桜チェリー、いろいろと春らしい商品が出てましたので、今日はこちらを食べていきたいと思います。今回はマクドナルドさんから春期間限定商品としてカマンベールてりたま、他にもてりたま、チキンてりたまが発売されていました。シャカシャカポテト梅、マックフィズ桜チェリーが発売されていました。シャカシャカポテトは M サイズのポテトと付属の梅パウダー、袋が付いています。カマンベールてりたまはてりたまでおなじみのごまバンズに、たっぷりのレタスと酸味と甘みが特徴のスイートレモンソース、プルプルの卵と甘辛いてりやきソースとポークパティ、チーズがサンドされています。じゃあ早速食べていきましょう。わっしょーい。ああ、じゃあいただきましょう。うん、おいチーズ。うん、このね、照り焼き単体で食べてもすごい美味しいんですけど、チーズってこのまろやかになった感じがたまらんでございます。絶対美味しい組み合わせに決まってるもんね、これ。でもね、そんなにチーズの味が強い感じはしない気がします。桜フィズチンレン、ちょっと混ぜながら。あー、スプライトの味だなこれは。じゃあこのシャカシャカポテト梅をね、付属の袋に入れて振ります。かっちゃんのシャカシャカポテト伝説といったらですね、結構赤いです。悪霊退散。ほんのりといい梅の香りがしてきます。いただきます。梅せん、そんなにね、味が酸っぱすぎない感じで、すごい食べやすい感じの梅の美味しさがちゃんと表現されております。うん、でもポテトはね、美味しいけど、うちはね、個人的にポテトは塩味でケチャップをつけて食べたいかなっていう感じがします。ということで、普通のね、照り焼きマックでもすごい美味しいんですけど、その中にプルプルの卵とチーズが入った春らしい美味しい商品でした。ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマクドナルド春の新作商品をいろいろと食べてみた動画でした。このカマンベールてりたまは春らしくてね、この卵がプルプルですごい美味しかったです。なんかそんなにめちゃめちゃチーズの味は強くないんですけど、クリーミーさが増してて美味しかったです。このね、ポテトとフィズも期間限定みたいなので、気になる人は買いに行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイマック。スタバに続き、今回もめっちゃ気分だけ春になった感じ。